おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？昨日のニュースに出ていた数字、こんな数字がありました。2020年3月から今年6月にかけ、新型コロナウイルス感染症が流行した影響により、国内で増加した自殺者は約8000人に上るとの試算を、東京大学などのチームが17日までにまとめたと。最多は20代女性で、19歳以下の女性も比較的多かった。というふうなことでですね。で、男性より、非正規雇用が多い女性は、経済的影響を受けやすく、若者の方が行動制限などで孤独に追い込まれている可能性がある、と、まあ、大学の先生たちは、まあ、レポートに挙げているようですね。若者が命を絶つ。去年よりも8000人も多くの若者が、なんか言葉もない感じがします。病気が怖いということではなく、生活についての不安、経済面での不安と孤独に追い込まれているということが最大の原因という、これ、なんかこう数字の多さと、その内容のあまりにも身近な出来事とその感覚に、ちょっとこう、本当に驚かされてしまうんですね。辛いし悲しいですね。そう考えるとやっぱり人には人が必要ですね。人には人との関係が必要ですね。名前を呼んで話を聞いてくれる誰かが必要なんですよね。誰かとつながっていてほしいなと心から願います。今日誰かと話ができるでしょうか？今日誰かとメールで連絡が取れるでしょうか？ぜひ誰かとコンタクトを取って、それぞれの状況の中で分かち合える範囲で、ぜひぜひ分かち合ってほしいと思います。元気でいてほしいと思います。良い一日になりますように。悲しみの中で喜びを、不安
確信を絶望の中で希望を持てるような神の奇跡が心の貧しい者たちの中で心の貧しい者たちの中で日々起こされて静かに神の奇跡は気がつかないほどひっそりと静かに